ダイアンツさんのバーディーチャンス。揃ってきましたね。前回は苦手のドライバーをもう克服したと言ってもいいんじゃないですか。そうですね、すごい良かったですね。強くなりましたよ。で今回は私の悩みなんですけど、なんか右を向きがちというか、向かないようにしましょう。はい、終わりました。いやじゃあ話を戻して、はい、ダメ私はラウンド中見てて、まあ、右を向いてる感じはなかったんですよ。今3打4打打ってたけど、ちょっとライが悪いところとかで向いてるかもしれないので、ちょっとそれは見たりとか、あとスイングの悩みがあったら見る感じ、はい、1回打ってみてって感じですね。はい、はい、じゃあ今回もうまくいったら2を差し上げますからね。2まだもらってないですよ今回。は頑張ってね。はい、まあ欲しいな頑張って教えてね。はい、スースー詐欺じゃないですかね。はい、この番組は伸びしろだらけの津田さんと、常に90代で回りたい幸平さんに、三浦桃香プロがゴルフレッスンをして2人の上達具合を楽しむ番組です。その舞台は三甲ゴルフクラブ共和コース。広大な敷地にレイアウトされた18ホールは、ゆったりとしたフェアウェイ、絶妙なアンジュレーション、心地よいターフ、巧みに配置されたハザードなど、ゴルフマインドを刺激する本格コース。自然と調和し、ゴルフ本来の醍醐味が満喫できる贅沢な設計となっています。今日はティーからグリーンまで打ち下ろしが続く18番ホールパー4でレッスンをしていきます。はい、ということで、はい、私の回なので、はい、早速ですね、はいはいはい、打っていきたいと思いますので、はい、見といてください見といてください。幸平さんの構えが右を向きがちというお悩みですが、まずはピンまで残り115ヤードを打ってみますと同時に、左足下がりのショットもレッスンしていきます。ライが悪いので、はいはい、気持ち短く握ってちょっと、はい、でボールを右側にちょっと置くと打ちやすくなります、はい、私見てて一回も右向いてないです。本当ですか。はい、じゃあ、いきますね。全然問題ないです。ここちょっと難しいですよね、はい、ライ悪いから少しやっぱ上がりづらくて、はい、このホール全部左足下がりなんで、はい、これ7番やとかで転がしていくっていうのが理想だから、はい、ちょっとライが悪いのでスタンス足を広くしてボールを右側、はい、いいですね、全然問題ない、でも距離はここまでしか行かないってことなので、台が悪いときはここまでしか飛ばないと思って、なるほど、指に乗せるとか、そう乗せるっていうよりも、台が悪いときはしっかりと状況を判断して傷口を広げないこともスコアを伸ばす鉄則です。続いて津田さん、右足寄りにボールを置くのがしっくりこないようです。あ、これぐらいですか。そこぐらい。はい。それで、うわー、ナイスショー、こんな感じですね、完璧、うわうわ、あ、すっごい跳ねちゃった。左足下がりではスタンスを広めに取り、ボールの位置は右足寄りが基本。では、幸平さんのお悩み解決へ、まっすぐ構えるための基本動作を押さえていきます。目標を決めます。そこからまっすぐ合わせていく。で、フェース、このフェースですね、これ合わせてから立つようにすると安定します。目標を決めたらスッとこうまっすぐ打っていく感じするといいと思う。こうちょっと遠い子合わせてこういう風にしてしまうと、どうしても遠回りになっちゃうので、まず後ろから打つ方向を確認、そして遠回りしないように最短距離でボールの横へ行き、クラブフェースを合わせてからスタンスを取ります。では幸平さんではなく、なぜか津田さんから、まず後ろから見ましょう。見ましょう、はい、後ろから見て、はい、立ちましょう。幸平さんが悩んでることを津田さんが悩む、あれあれ、お前これぐらいか、はい、うそ、
お、うん、お、ナイス、すごい、いい、すごい、いい、すごい、プロプロ、あれぐらいでいいですね、はい、うんうん、すごい人気ね、楽しい、すごい楽しい、会心のショットでまさに津田プロ。では本来悩んでいた幸平さんも、ちょっとまず後ろから立って、はい、後ろから見た後にこう、はい、こっち側から回るんじゃなくて正面から行くといいです、こう正面合わせて、はい、そのまま、はい、幸平さんの場合、はい、こう見たら、はい、こう、こう、ま、こう回っていってるので、はいはい、こうまっすぐ、はい、合わせたら、合わせたらそのまますっと取っていく、こっちから、そうです、そうです、そうです、はい、こう、それでちょっとそうですね、ボールの位置合わせて、まっすぐ構える動作をマスターしたようなので、グリーンに届く距離で実践してみます。いいですね、いい、いい感じ、あ、おお、いい向き、お、うん、いい向きですね、はい、すっごく、いい、どうでしょう、いい向きだからいいぞ、オッケーぐらい、いい、うん、向きは自分で修正できそうですね、はい、なるほど、素晴らしい、はい、さっきと違いましたね、はい、そうですね、やっぱライが悪いだけでこれだけ難しいってことが皆さんも見て分かったと思うので、どういうことなんや、乗せなきゃいけないっていうんじゃなくて、うん、ライが悪いから乗らなくてもいいなぐらいで、そう、自分に優しくしないと、うん、多分ずっと引きずってしまうから、うん、全然いいや、だってライ悪かったもんでいいんですよ。ここまで驚異の成長力を見せる2人、そしてこの後ももプロからの的確なアドバイスでさらなる進化を見せる。8部ショット、まあ、距離が54度だとちょっと大きいなって時に、はい、まあ、8部って私言ったんですけど、はい、その8部っていうのは力を8部なんじゃなくて、はい、8割のスイングの中でしっかり打つ、力が8部とかじゃなくて、はい、言ったら6部だとしたらここまで、はい、6部もしっかり緩まない、はい、8部もしっかり緩まない、なるほど、ちっちゃいスイング、これぐらいのスイングでも緩んじゃダメなんですよ、おうおうおう、今のは8分、うん、8分って多分思ってて、はい、こう合わせに行ってたので、はい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 、その分シャフトがしなるのを止めてしまってダフってたので、このちっちゃい振り幅の中でもしっかり振るように、8分スイング6分スイングの中で合わせにいってると思うので、その中のスイングでもしっかり振りに行きましょう、なるほど、力じゃなくてこの幅で、そうです、幅です、幅でや、はい、距離を調節して打ちたいときは力の加減ではなくスイングの振り幅で、その振り幅の中で力を抜かず緩まないように振りましょう、幅や、素振りはされないんですね緩みない、幅で、おー、でも緩い感じするんやけど、素振りして後ろから見なくて打ちましたもんね、うん難しいことをたくさん溢れ出てますよ、すいません、でもほら、ここはドライバーじゃないから飛ばそうとしないんで、つま先開かないからいいですね、あ、そうですね、はい、いいですね、うん、今ぐらいでいい、緩みない、スタート、スタート、ピンが効いた、ナイスオンです、ナイスです、なるほど、めっちゃ勉強なるやん、はい、ありがとうございます、津田さん本当にこれだけ見てると100すぐ切れそうな、ね、逆に100切れてますって言っても、はい、ね、全然疑わないです、はい、そう言われても、ね、それベストは、私はベスト一応96で、すごいやん、その時って週に 3,4 回くらい練習してたんですよ、はい、僕のベストは僕96です、本当ですか、いや10回くらいしかラウンド行ってないけど、そうそうそう、10回嘘だ、3回目の時に96出しまー本当に3回で96かわいいよ、どうしたもん、かわいい次回何します、次回何する、次回は
次回はとにかく寄せたいをテーマにアプローチのレッスン。この後は反省会、ももプロが津田さんにきつい一言。いや初めてのロケ、どうでした？いやめちゃくちゃ楽しかったんですけど、でもやっぱりももプロにもたくさん教えていただいて、まあねね、なんか上手くなった気がしますよね。確かにこれをもう今日のこと忘れたらあかんなって、もう素振りをせなね。そうですよ、私たち結構せっかちじゃないですけど、せっかちやと思うわ。せっかちやで、せっかちですよ。めちゃくちゃせっかちやもんね。また喧嘩が言ってやるから、そうそう、はい、モンブルどうでした？そうですね、あのすごく最初、津田さんがゴイゴイスって言ってたのに、4回目1回も出てないんですよ。ちなみに確かに本気でゴルフされてて、確かにいや言ってたどん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 言わなくなって、私たちもなんかあれ真面目だなと思った。5位ゴイゴイスありがとうございます、ありがとうございます。やめてその行為とか言って。いやだって4回目なかったんですよ。ないね。次がトントンってしてね、あ、じゃあトントン、トントンってやったら言うから、ゴイゴイスボタンじゃないですか。シンキングゴルフもちろんそうですけど、ちょっとね、あの雪平さんの回なのにもう俺がって言ってもう入ってます。めっちゃ入ってくるじゃんと思って見てました。入ってくるじゃんって、むっちゃ入ってくんじゃって。なんだよ。いや違う、あの雪平さんがまだあのやってやり終わってない時に、よっしゃ俺もみたいな。俺の番組やないか。すいません。自主練ね。はい、はい、自主練ね、はい、じゃあ次また名古屋で集合。自主練ね。自主練、自主練、自主練やってきますよ。何をやったか忘れてます。大丈夫な、まあまあまあ、あの後で V もらいますわ。